はい、レオンチャンネルです。食玩仮面ライダーエグゼード騒動ステージ5のまずは1番から4番を使ってダブルアクションゲーマー関連を完成させましたので、今回は残りの5、6、7でゲームゾンビゲーマーとスナイプのプロトとエグゼードのスポーツアクションゲーマーを完成させます。567のレビューの前に先ほどの動画で訂正があります。ここのアーマーセットから外してそのまんま装着しましたが、これだと色が逆なんですよね。正確には L 側の襟パーツがオレンジで R 側がグリーンということで、これ逆になってました。そのまま後ろのパーツだけ入れ替えれば、これが正確なパーツ構成ですね。大変失礼いたしました。はい、10分ほどで3つ分のシールが貼り終わりました。ただ、ゾンビのアーマーセットはそこそこ色分けがされてるとはいえ、かなり顔とか胸が真っ白で、若干さっぱりしすぎだったので、一部だけ墨入れをしました。こことかこことかこの辺ですね。まずはすっごい気になってたスナイプカッコプロトの頭部パーツ。これが標準のレベル1フェイスで、これに比べると形は同じなんですが、色自体がすごいシンプルで、グレーに一部ガンメタで、本編でも本当に数秒しか登場しませんでしたが、5年前のゼロデイジにタイガが変身してた姿で、この時にグラファイトに負けたことで、ヒーローの恋人のサキちゃんがゲーム病で消えちゃって、タイガとヒーローに確執が生まれちゃったんですよね。そしてスナイププロト本体をぐるっと見回すとこうで、回想シーンだと武器も何も持ってなかったような覚えがありますが、首から下は普通のスナイプレベル1と共通で、バストアップの見た目はこんな感じ。同じパーツ構成とはいえ、全然違う見た目に見えますし、一応武装するとこのような見た目になります。通常カラーと並べるとこんな感じで、5年前にレベルアップ機構があるかどうかはわかりませんが、レベル1でグラファイトとバトルとか、さすがにタイガでも分が悪いですよね。ただタイガはこの経験のおかげで、レベル50になっても副作用がありませんから、うまいこと話が繋がってますよね。別の角度から見るとこうですね。まさか騒動によって立体化されるとは思ってませんでした。嬉しいですねこれは。では次はゾンビゲーマー。まずボディ側は結構色分け頑張ってて、シール箇所がそんなにありませんでしたし、ガシャットも入ってますね。それでは頭部を取って、アーマーパーツセットの頭部に付け替えて、装着手順自体は他のドクターライダーと変わりませんね。肩のアーマー部分と後ろ側、そして前側をセットすれば、はい、仮面ライダーゲーム、ゾンビゲーマーレベル X が完成しました。これもレベルアップライダーシリーズ同様に、下半身とかが新規パーツで、太めなシルエットになってますから、独自のごつさが出てますし、ぐるっと見回すと、こうなってて、後ろのアーマー造形も完璧。近づいてみると、こんな感じで、柄がなんとなく見えますが、この部分は墨入れをしないと真っ白ですから、だいぶぼやけちゃいますので、本当に若干でも手を加えた方がいいと思います。可動箇所とかはこれまでの騒動と変わりませんから、根元から動いてロールが各箇所にありますし、一応アーマーとかを取り外せば、過去に発売したゲーマー系を、あ、でも、バグルドライバーに引っかかっちゃう。これも外せますから、ゲーマー系を装着することもいけますね。上半身をはめてからバグルドライバーをはめれば OK。うん。着せ替えにも対応しております。可動がそこそこ優秀とはいえ、レベルアップライダーシリーズほど上半身がウニウニ動きませんから、ゾンビっぽい不気味なポーズとかは、取らせづらいっすね。それっぽいポーズを取らせてもなんかちょっと違う。とはいえ格闘ポーズなんかはすごいつきやすくて、パンチポーズもバシッと決まったりとか、下半身も他のライダー同様にスラッと上げることができますし、片足立ちも OK。
膝立てポーズなんかもいけて、ゾンビゲーマーには付属しませんけど、キリアさんのガシャコンスパローを使うことで武装状態も再現できますし、やっぱりカマとゾンビゲーマーの見た目がすっごいマッチしますよね。武装状態で近づいてみるとこのようになっております。そしてさらに今回すごいのが、5番に付属するシールにレーザー用のゲームオーバーシールが付属してて、どちらもライフポイントが、わかりますか、ゲージがもうないんですよ。ゲームオーバーの瞬間のあのライフゲージになってて、レベル1、2用どちらも付属してますから、余分に持ってた胸パーツにゲームオーバーバージョンを貼ってキリアさんに付け替えれば、というかその前に見比べるとかなりマニアックな差になりますが、ここのメーターが1ゲージ、こっちは赤く光ってて満タン、このようにパッと見はわかりませんけどちゃんと変わっております。実際は変身解除状態ですが、エグゼイドと組み合わせることでゲームオーバーのこのシーンを再現することもできます。まさかゲームオーバー用のシールまで付属するとは、騒動にはほんと恐れ入りました。そしてレベルアップライダーシリーズと比べるとこうで、ゾンビゲーマーに関してはレベルアップライダーシリーズが本当に色分け頑張ってますから、比較するとちょっと騒動版がさっぱりして見えちゃいますかね。バストアップを比較するとこのような感じ。この辺クリアパーツが割れてたりとか、ほんと作り込みが異常ですもんね。総動版は割とスラッとマッシブって感じですかね。もちろんゾンビゲーマーもライダーキックポーズも取らせることができます。最後はスポーツゲーマーのエグゼードバージョン、ぐるりと見回すとこうで、エグゼードバージョンとは言っても以前発売したゲーム用のスポーツゲーマーと全く同じで、今回はシールをあえて変えましたが、2種類どちらか選択式ですし、成型色の色味自体も変わってませんよね。気持ち今回の方がグリーンが強めかな。まあでも変わってなくって、これまで通りコロ走行もできますし、フィギュアを乗せることも OK なんですが、前回はゲーム用の頭部パーツしか付属してませんでしたから、強制的にゲーム顔になっちゃってたんですけど、エグゼードバージョンはエグゼード顔の頭部パーツがついてますから、スポーツゲーマーを変形させつつ装着すれば、仮面ライダーエグゼードスポーツアクションゲーマーレベル3の完成です。これはいい。前半はスポーツアクションゲーマーといえばゲーム専用フォームって感じでしたが、途中からはエグゼードが使ってて、しかも本体カラーのマッチングが完璧でしたから、明らかにこっちの方が似合ってたので、専用頭部パーツがついて総動化は嬉しい。総動は細かいところをついてくるな。ぐるっと見回すとこうで、エグゼイドファンの心理を分かってますよね。近づいてみるとこうなっております。もちろん前回同様にここを引っ張れば武器が取れますから、これを持たせることでシールドと武器パーツとして武装することができます。相変わらずこのフォームは結構ポージングが制限されますけど、一応はそれなりに動かすことができますね。エグゼードバージョンの見た目はこうで、本来のゲームと並べると、こんな感じの違いですね。序盤のゲームスポーツアクションゲーマーとかほんと強かったですよね。レベル3でも。今もうレベル99とかね。そういう世界ですから。近づいてエグゼードバージョンとゲームバージョンを比較すると、こんな感じで、ちゃんと新規造形の頭部パーツまで発売するとか、相当気合入ってますよね。
い、ということで、ソードステージ5の567番を使って、スナイプカッコプロトとゾンビゲーマーと、エグゼイドスポーツアクションゲーマーをレビューしました。相変わらず騒動は安定のクオリティで、どれも非常によくできておりましたし、レーザー用のゲームオーバーシールと、プロトスナイプのボーナスパーツが付属することで、結局今回の騒動だけで、ダブルアクションゲーマーのレベル X と LR とスナイププロトとゾンビゲーマーとエグゼイドスポーツアクションゲーマーに、レーザーのゲームオーバー状態と、7パターンで遊ぶことができましたから、このラインナップの充実っぷりはすごいですね。この流れだと今後はゾンビゲーマーのゲームオーバーシールとかそういうものが出てくるかもしれませんね。以上、食玩仮面ライダーエグゼイド騒動ステージ5の紹介でした。